6校賞競争、明日のファイナル進出を目指しましてのベスト18対決、2つ目の準優勝戦第11レースを迎えております。対戦メンバーは1号艇金子龍介、2号艇魚谷智之、3号艇星野正彦、4号艇平高奈々、5号艇加藤翔馬、6号艇松下直也、以上6名が対戦です。6艇コースは9番通り固まっていきます。1号艇の金子龍介、人気の中心ということになっています。予選ロードオール2連隊、抜群の安定感で突破してまいりました。1号艇金子、イン速攻を目論む、そんな一走となります。その外側2コースからどう迫ってくる2号艇は魚谷智之であります。6校賞は過去 V6 の実績も合わせ待ちます。2号艇の魚谷が2コースから、3号艇の星野正彦はその外へ構えてのセンター3コース進入です。力強い船足へと仕上げてまいりました。元祖エースの意地を見せたい3号艇星野がセンター3コースということになって、4号艇このレース6校1点ということになります。平高奈々が下げての角位置ということになりました。朝から懸命の調整も続きました。その成果を見せたい角戦、4号艇平高、5号艇の加藤翔馬はその外に構えての5コースの進入、スピード切れ味で勝負を挑みます。5号艇の加藤翔馬、6号艇の松下直也、大外6コースの進入、気力では引けを取りません。6号艇松下、スロー3艇、ダッシュ3艇、内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。いいダッシュを決めたのは角から4号艇の平田ですが、インコース1号艇の金子も好スタートを決めている。先手を取った1号艇、2号艇刺した、2号艇が刺してその間から4号艇、5号艇ですが、ズバッと懐飛び込んできたのは5号艇の加藤翔馬。2番手の水は1号艇金子が優勢、スタートは前提正常でした。2マークを目指していきまして、先頭は5号艇の加藤翔馬、1号艇の金子、2番手を続く内側から接近1号艇金子、これをかわしていく5号艇でちょっと後方もつれたか、2号艇1号艇、それでも2番手こらえたらば1号艇金子、3番手に3号艇の星野、上位台形513、レースは2周目に入りました。先頭は5号艇の加藤翔馬、2番手追走1号艇の金子龍介で、上位体型は5番1番51の体型、3番手追走は3号艇の星野、4番手以降は2号艇4号艇6号艇が続いております。2周にマークのターンに移りまして、先頭は5号艇の加藤、2番手1号艇の金子、3番手からは3号艇の星野、上位体型513、4番手以降2号艇4号艇6号艇となりまして、前提がホーム側へとボートを運んでまいります。ゼロ台のトップスタート、スイットでミスマを作っていったのは4号艇の平高奈々でしたが、その外側5コースからスパッと展開を割ってきたのは5号艇加藤翔馬、1号艇の金子2番手を追走で、3号艇星野が3番手、上位体系513、4番手以降2号艇4号艇6号艇が続いております。見事なアウト突き抜けでした。今節は軽快な乗り味がバチッときています。5号艇の加藤翔馬、今ラストマークの旋回からホームセンチ、2番手追走は1号艇の金子龍介、3番手から3号艇星野、上位3艇は5番1番3番でゴールを迎えます。第11レース、先頭5番の加藤五輪、2着1番金子五輪、3着3番の星野五輪、2番魚谷五輪、4番平高、6番の松下五輪、以上尼崎第11レースでした。